どうも、あさきです。本日の動画ではですね、こちら、じゃじゃーんすごいでかい箱なんですが、今回はですね、こちらですね、PGYTECHさんからなんと、9月に発売される FPV ドローンバッグを、ご提供いただいたので、こちらレビューしていきたいと思います。で、まず、PGYTECHさんについてなんですが、PGYTECHさんは撮影機材を中心としたカメラアクセサリーだったり、ドローンアクセサリーだったりのグローバルブランドになります。で、ドローンやってる方だったら結構この PGYTECHさんの製品使ってる方よく見かけるんですが、取り扱っているものがバッグとかケースとかですね、とかカメラとか、あとは、ドローングッズだったら、例えばこれ結構よく見かけるやつですね。こういう DJI のそれぞれのドローンに対するいろんなアクセサリーですねとかを販売している会社さんになります。結構ドローンにも特化しているので、そのメーカーさんが今回 FPV に特化したバッグを出したということで、すごい実際のニーズに沿って考えられているバッグじゃないのかなと、結構ワクワクしております。ではでは早速こちら開けていきたいと思います。おー、こんな感じで、てっちゃれー。あ、思ったよりでかいかも。なんかもうちょっとちっちゃいのかなと思ってたんですけど、思ったよりでかいかもしれない。ちなみに今私は、au ラインさんという会社さんの、ドローンバッグを使っているので、そちらともちょっと比較して見ていきたいなと思っております。で、こちらが私が今使っている au ラインさんのバックパックなんですが、私がこのカバンのすごい好きなところはこの上ですね。上にこうプロポが入るので、こうすぐプロポだけ取り出せるっていうのと、横にこのパソコンを入れれる収納になっていて、パソコンだけ取り出したいってよくあるんですけど、それをもうすぐさっと取り出せるっていうのがすごくお気に入りポイントになっております。なので今回 PGY さんどんなリュックなのか楽しみですね。ちなみにサイズ感的にはこんな感じで、 PGYTECHさんの方がちょっと小ぶりかなという感じですね。ではではまずですね、こちらが PGYTECHさんからいただいたこの商品説明ページですね。まずワンモ FPV バックパック30リットルということで、今回は30リットル入るバックパックになってます。で、このバックパックは FPV ユーザーの特定のニーズを考慮して設計されたものになりますと。で、このバックパックはスマートな内部整理がされており、豊富なサイドポケットがあったりとか、防火のバッテリーパックだったりとか、革新的な Z フォルダー構造を兼ね備えておりますということで、詳細ページまだあるので見ていきたいと思います。で、一つ目が、Z フォルダー構造ですね。で、革新的な ZG 型の構造により作業場所にもなり、簡単に平らな面を作ることができます。おー、これは結構嬉しいですね。外で飛ばしてるとやっぱり作業場所がない、まあテーブル持っていく方とかも結構いるんですけど、何もない場合は作業場所がなかったりとか、あと離着陸の場所困ったりするんですよね。ですが、これちっちゃい機体とかだったら離着陸パッドとしても使えないかなと思いました。で、二つ目が、弾性のあるバンドは追加でドローンを持ち運ぶときに便利ですということで、フロント部分に4本のバンドがあって、簡単に FPV ドローンを持ち運ぶことができますと。で、まあ素早く取り外しができるということが書いてあります。で、次が、自分専用の収納ができるようになっていますと。こんな入れ方ができるよという紹介が載っております。ふむふむ。で、隣がアクセサリーが安全に保管されすぐに利用できますということで、左ポケットとか右ポケットにこんな感じで工具やメモリーカードだったりとか必要なものが入るみたいです。これも FPV でどういう工具を使うのかとかっていうのが分かってる人じゃないとなかなか設計できないようなデザインになっております。
いいですね。で、次が、科学的に設計された持ち運びシステムということで、胸部だったりとか腰とか肩とかの調整可能な持ち運びシステムとスタビライザーストラップがあちこち動き回る時の移動を、まあ、容易にします、負荷なく移動できますという感じですかね。やっぱり持ち運ぶときどうしてもこう肩とか重ってなるんで、これはありがたいですね。で、その他細かいポイントですが、防火バッテリーバッグ安全性を向上させます。で、防火のバッテリーバッグが入ってるのかな、後で見てみたいと思います。と、あとはトップが開くので素早くクロップを出し入れできますというので、これ私がさっき au ラインさんのバッグで一押しポイントだったそのトップが開くっていうの入ってますね。あとは防犯対策されてる YKK ジッパーが不正なアクセスを防止しますということで、 YKK ってファスナー業界最大手の会社ですね、のジッパーを使っているようです。あと防水素材みたいですね。このリュック向き足でめちゃ濡れてるけど大丈夫みたいです。はい、ということでこちらが今回のバッグの特徴になります。ではでは早速開けていきたいと思います。おー、あ、これですね、 PGY テックさんのマークがついております。あとここですね、リュックのこのベルトが弾力があるって分厚い、ここもすごいしっかりしてます。ほうほう、ファスナーがめちゃ多いですね。前から開けますね。前が、下が開くのか。こうですね。あー、あれ、え、何か、これパソコン入るのかな。え、そう、これ、これが全部、これが、そうそう、はいはい、あー、こうですね、はいはいはい、で上とつながって、こうつながってますね。あ、でここ作業台としても使えるし、ここもポケットになってますね。ってまあパソコンここでもいいかな。あ、全然違う。あ、あとこれバッテリーの防火バッグが入っております。これは地味にありがてえ。お、何、あと中身ですが、剥がせるようになってるので、これも自分で入れやすいように付け直し可能になってます。これもですね、あ、これも両面剥がれるんですね。あ、どうも、なるほど、背中が開くんだ。で、横側もドリンクホルダーとして変えたりとか、こんな感じで、あー、これね、ネジ回しとか入れるのにちょうどいいですね。ここもメッシュの袋が入っております。で、こっち側もこんな感じになっております。で、あとこの前面のところが、こう、こう機体のフレームとかにこう巻きつけて、で、ここに留めるとこがあるので、こうですね。で、こっち側もこんな感じ、止める感じになります。これは落ちなそうでいいですね。ではでは、ちょっと詰めていきたいと思います。どうしよう、まずこれ何個ぐらいバッテリー入るのかな。私が使っているのはこれですね、ベータ FPV さんのバッテリーケースを今使っていて、マチがついてると中のバッテリーがこうぐちゃってならない印象があるので、マチがついてるバッテリーケースを使っております。で、こちらもね、しっかりマチが入っているので結構いい感じだなと。バッテリーケース入れ替えてみたいと思います。私がメインで使っているのはロクセルバッテリーですね。これがゴーグル用のバッテリーですね。上に2個、ちっちゃいのだったら2段で乗りますね。こんな感じでロクセルバッテリーが6本と、ちっちゃいのが上に乗っけたりとかで入る感じになります。ほい、こんな感じです。で、バッテリーはこの辺ですかね。で、あ
と入れたいのがゴーグル。これだったらここにぴったり入ります。あとどうしよっかな。これが結構こう間余ってるのでちょっと下げていきたいと思います。もうこんな感じですね。で、こことかは何がいいかな。これ機体とかをサイズ合わせて入れてもいいですし、明日飛ばしに行こうと思うんですけど、ちっちゃい機体のテストがしたくて、もしくはありました。で、あとはこっちですね。ここは私は機体とプロペを入れたいなと思っております。で、犬の部分はこんな感じですね。で、ここにプロペを入れようかなと思っております。で、手前側はこれね、5インチが入る感じだったんですよね。こんな感じですかね。おお、こんな感じ。ここにも何か付けそうですか。そうだ、このちっちゃいやつらのバッテリーもどっかに入れたいかなと思ってたので、ちょうど緩衝材的な感じでいいかもしれませんね。もうこの辺に。おお、結構入りますね。こんな感じで、で、あとは、おお、あ、思ったより狭いぞ。これは私が狭く設定しちゃったんだな。このね、GoPro マウントがあることにより結構幅を取ってしまうんですよね。先にプロポを入れてみようと思います。あ、これですね。私のプロポ、このこうちょっとね、太いやつに付け替えているので、これを付けるにはちょっと削らなきゃいけないみたいですね。一回ちょっとこれをプロポを絶対吊るしたくない。うんうん。で、そうなると閉まるのかな。ちょっとね、閉まらないんですよね。なので、ここの機体じゃなくて、構成を見直そう。いろんなね、詰め方が書かれているのです。もう5インチは外につけちゃおうかなと思います。となると、今度はね、ここがすっごい開くから、何入れようかな。私が入れたかったのが、これパソコン関連のケーブルとかですね。でもケーブルは横に入れれそうなんで、よく言って、これが GoPro 関連ですね。GoPro とかバッテリーが入っているケース。これを、これであれば上からここですね。こういうプロポの余裕がある感じですね。で、あとは横のところですね。こっちに工具だとかですね。こんな感じで工具袋に入れてるんですが、このカバンをもうずっと使うっていう場合はこんな感じで。で、こっちですね。こっち側にも同じくあるので、この辺に何入れるといいよっていうね、マークが、ここプロペラですがついているので、すごいいいですね。こんな感じですね。あとプロペラ、ここにプロペラ、うん、結構入りました。あとはペラ外しとドローンテープ、うん、こんな感じですね。これ詰めるのにだいぶ白熱してしまいましたが、すごいめちゃ入りますね。あとは機体を前方のとこですね。おお、こんな感じ。全然外れない感じに止まってますね。で、下にも2つ止めるところがあるから、なんか親子みたいな感じになりましたよ。こんな感じですね。明日はこれで飛ばしに行ってみたいと思います。本日こちらですね、のバックパック初使用でございます。
やっぱり入ってるものとかは今までと変わらないというか、むしろ増えてるはずなんですけど、背負っててすごい楽ですね。なんだろう、なんか負担が軽いです。じゃあちょっと今から開けてみていこうと思います。で、荷物を出すときはまあこんな感じで置いちゃって、とりあえずこう上からこっから機体とかプロポを取り出してもいいですし、全部広げて荷物を出すっていうときは、こっち側ですね、リュックの背中側がパカッと開くので、まずこれね、機体がついてるときは機体側をパカッと開いちゃって、でこの後ろ側をこう開く感じですね。こちらのバックパックですね、私が感じたポイントとしては、すごい詰め方の自由度が高くて、で結構すぐに構成を変えることができるといったところと、あとはなぜかこの荷物が軽いっていう、あんまり肩に負担なく持ち運べる、あとはその止めるとこですねがきっちりこう取れないようにピタッとつけれるので、すごく安心感があるというところが私は結構お気に入りポイントでした。ちなみにこれ後ろが開く理由なんですけど、なんか聞いたところによると、後ろが開くことによって背中が汚れないという理由みたいです。賢い。カメラバッグは結構後ろが開くタイプが普通のようです。こちらのバックパックですね、使い倒したいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。